どうも、徳家のおっさんです。今日はですね、ガングクジを紹介したいと思います。はい、こちらでございます。はい、スーパーボールですね。はい、スーパーボールです。3回目かな、スーパーボールのガングクジを紹介するのは。はい、こんな感じです。なかなかね、面白いスーパーボールがいっぱいついてます。はい、ということでね、ちょっと開封して紹介したいと思います。はい、ですね、こんな感じですね。すごいですよね、これ。どれが当たるかお楽しみ。スーパーボール当て100付きプラスおまけ10個付きですね。で、注意が、小さなボールがあります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。誤飲の危険がありますので、6歳未満のお子様には絶対に与えないでください。6歳未満のお子様の手の届かないところに保管してください。店舗でね、赤ちゃん連れてくるね、お客さんとかいるんですけど、ほんとボールはね、気をつけてないと。もうやっぱ口に入れますもんね、すぐ。はい、なんかね、可愛いんですよね、これ。結構こんなやつがあったり。はい、じゃあちょっとね、開封したいと思います。完全に普通されと、台紙がこれですね。これ台紙のね、種類がね、いっぱいあるんですよね。これはなんかね、こんな絵柄なんですけど、なんか星のやつがあったりね、何も書いてないやつがあったり、なんかいろいろなんですよね。メーカーが違ってもこれは一緒やったり、同じメーカーでも違うやつが入っとったりするんですよね。何なんですかね、統一感は、統一性がないんですよね。はい、はい、うわー、すごいなやっぱはい、じゃあ1等から紹介していきたいと思います。1等これですね。ちょっとでかいですね、この大きさ。星が入ってるスーパーボールは何個か見たことあるんですけど、その中でもちょっと一番大きいですね、これは。はい、で、2等なんですけど、これすごいですよね。お花が描かれてます。こんなの初めて見ました。で、3等がこの半分だけ色が変わってるやつですね。んで、4等はこれも半分だけ変わってるやつですね。で、5等がこれ、前回のスーパーボールのね、くじのやつにも入ってましたね。それを、それとどうなんやろ、比較して。なんか模様はそっくりですね、色も。で、6等が星の大きいやつですね。で、7等が7等こんなんです。これもなんか珍しいですね、こんなスーパーボール。で、8等がですね、これなんですよ。ねえ、オレンジです。オレンジのスーパーボールです。はい。で、9等はこれですね、ぷよぷよかな？ぷよぷよです。で、10等もほら、すごくないですか、これ。花柄の10等でございます。で、11等がこれなんですよね。なんかちょっと不機嫌そうな感じのスーパーボールですね。この色もなんか珍しい色してますね、この紫の感じ。で、12等はなんか模様が入ったようなスーパーボールですね、黄色の。で、13等は何もない、模様はない感じの普通のスーパーボールですね。で、14等はちょっとこういう風に模様が入ってますね。
で15等は普通の色で、16等はこれ模様入ってますね、模様が入ってます。で17等は半分青いですよね、これちょっと珍しいですね。で18は普通ですね。で19等もちょっと模様入ってます。で20等からちょっとちっちゃくなるんですけど、でも半分こういう色が入ってたりしますね。21も同じような感じです。22も同じ。23はちょっと透明ですね。で24も透明、25透明、27、28、29、ここら辺いいですね。模様が入ったスーパーボールがなんかビー玉みたいな感じですね。綺麗な感じになってます。で30からこんな感じですね。ちょっとラメが入ったようなスーパーボールがいっぱいありますね。これも綺麗だと思います。この39番とか好きですね、僕。こんな感じで、で40になったらまたちょっとさらに一回り小さくなって、ビー玉っぽいですね。これとか特に41とかビー玉っぽい、すごくいいですね。このビー玉みたいなスーパーボール。で42も同じような感じ。43はよく見ますね、このキラキラのやつ。44もそうですね。45、46は一緒ですね。47はキラキラです。48、49、50はこんな感じですね、普通にかな。で51ちょっと模様が入ったやつですね。大きさはまだ変わってないです。で52、53キラキラですね。54、55が模様が入ったやつ、ビー玉っぽいですね。で56がキラキラで、57、58、59模様ですね。で60、61がキラキラで、62、63、64同じですね。で65がなんかちょっと透明度の高い赤ですね。で66はキラキラで、67模様なくですね。ここら辺は全部40番台から出るやつですね。全部あまり変わんないですね。はい、こんな感じかな。これ好きですね、ビー玉っぽくて。これなんか特にビー玉っぽいですね、ここら辺とか。いいですね、ビー玉のスーパーボール。で、105から先がなぜか、ここですね、106。なぜかここに106がついてます。で、107がここついて、108。109、110がこのとこついてますね。そんな感じですね、これは。このね、台紙がいいんですよね。この虫みたいな、セミかな、セミっぽい絵柄がね、でかでかと入ってる感じですね。はい、はい、いかがでしたでしょうか。スーパーボール当てでございます。第3弾ですね。やっぱね、スーパーボールはね、すごいですね、売れ行きが。もう絶対必要ですね、駄菓子屋に。スーパーボールの玩具くじはもう絶対必要です。もうどんどん売れていきますもんね。多分いつの季節でもいけるやつですよね、これは。ほんとこのね、これから何個仕入れるんでしょうか、僕は。わかんないですけど、はい、これからもどんどんね、仕入れて、ね、みんなが楽しい駄菓子屋にしたいと思います。はい、ということで今日は終わりたいと思います。
どうもご視聴ありがとうございました。